まこなこです。今回は、やめるを知るというテーマで語っていきたいと思います。これは、アプリをアンインストールしようとか、そういうお話ではありませんので、その点お間違いなく。SNS を見てると、辛い辛いと述べてる人、そうした人をよく見かけたので、そうした辛さを解消するための考え方、それを紹介していきたいと思います。頑張りたい人は頑張ればいいし、特に遊び始めの人は、やはり色々と触っていくのが楽しいと思いますので、そうした方はガンガンと遊んでもらうのも良いのですが、ある程度遊んで疲れたとかであったりとか、辛いとか、そういうことを感じ始めてきたら、改めてこの動画見てもらって、何を言いたいのか把握していただけたらと思います。それでは早速見ていきましょう。まず日々のプレイ、こちら側に関してはデイリーミッション少しやる程度でいいのかなという気がします。期間限定ミッション、こちらの方も、一日で達成するもの、それも出てきますが、場合によってはやらないということも検討しても良いかもしれません。出かける際に委任状態で出かけて、もしそれで達成できるんだればもうそれでおしまいみたいな感じで気軽な気持ちで遊ぶと良いかと思います。ある程度遊んだ後は金銭であったり兵糧、資材、これは余ってきますので、また地域の武将、その有効度も溜まりきる、覚醒ランク5まで上げきることが可能になりますので、もうそうなったならば、がっつりと日々プレイする必要性はなくなるかと思います。イベントに関しては後ほど述べたいと思います。拠点戦ですが、こちら側、拠点登録した者は全て戦って拠点を得ようと考えてしまうかもしれませんが、もうあえて時間オーバーまでそのままにしてしまうということをやってしまっても良いかもしれません。当然、暇であるならば全部拠点戦やってもいいのですが、そうでない方、こういう場合はもう拠点も放置しておく。また、旅先でアプリを立ち上げる際も、できれば重要な場所、その場所のみを制圧しておいて、あとは市場で周囲を塗るぐらいというような考えで遊ぶと良いかと思います。全部旅先で拠点を取っていくということをやってしまうと、どうしても時間を取られるほか、旅が楽しめなくなる可能性ありますので、旅先に関しては重要な場所、例えば百名城が挙げられますが、そうした場所のみ取って、あとは家に帰った後にそこにゲーム中の市場というものを置いて、それで拠点を伸ばしていくというような遊び方の方が良いのかなと思います。これは目的が旅行ならば、旅行の方をぜひとも優先して考えていきましょう。例えば私の場合ですが、遠征に関してはもう9時間とか7時間とか、もうそのような状態で放置するような状況になってます。こうなると1日に拠点戦やる回数かなり限られますので、比較的気分的に楽に遊べるかと思います。まあ、私の場合は、こうしてる理由は別途あって、拠点戦勝てなくなったからというのがあるのですが、まあ、そうでない方も拠点を一生懸命移動させて、そして1時間2時間でまた拠点戦やらなきゃいけないというような状況をやめて、ある程度長い間、その場所に置き続けるというのも検討しても良いかもしれません。パネルミッション、これは可能であれば当然やった方が良いのですが、地域的に達成が無理なことというのも発生することがあります。その場合はもう無理と判断したのであれば、その時点で諦めましょう。もしそれをやろうと思っていろいろ考えて行動してしまいますと、それだけで疲れてしまいますので、そしてその疲れはストレスにもなってしまいます。決して良いことではないので、当然達成したいというのはわかるものの、もう諦めるということをしないと、やはり疲れた。辛いということにつながってしまいますので、早い段階でダメだと判断したら諦めましょう。アイテム集めをして、そしてそのアイテムによって何かしら別のものに変えるというようなイベントが発生することがあります。こうしたイベントは、もともと要求されるアイテムの数が多いので、最初から諦めるということをした方が良いかと思います。自らの日々のタップ回数、それを記録から確認してもらって、どれぐらい日々ポイントを得られているか、それを判断した後に欲しいアイテムを考える。ある程度そのあたりは計算する必要はありますが、こうした計算をやった後、どれぐらいポイントを得られそうか判断をしてもらって、その後にどういったアイテムを得るか、それを検討すると良いかと思います。多少無理して歩いたりしてタップ回数増やすのも良いのですが、体調であったり地域的な要因も考えなければいけませんので、そうしたことも考えつつ、やらないという選択肢も検討しておいた方が良いと思います。ちなみに今現在開催されているイベント、私はもう早い段階で諦めました。ほとんど取ることないと思います。では、ここからはイベント絡み述べていきたいと思います。一つ一つ取り上げていきます。
甲状腺ですが、これはもうストレス感じる人というのはいるかと思います。特に甲状腺に関してはこのゲームの中では一番対戦色が強い、他のプレイヤーとの対戦の要素が強いコンテンツのために、そのあたりで過度にストレスを感じる人という人もいるかと思いますので、そうした人はもうそもそもやらないという選択肢を取っても良いかもしれません。レベルを上げることによってアイテムが得られるのですが、多くのアイテムは他のことでも手に入るものとなってますので、あえてこの甲状腺やらなくてもなんとかなるというものばかりです。ですのでやらないという選択肢を取っても良いと思います。また1日500ほど小判を手に入る手段があるのですが、これに関してもストレスを感じるくらいであるならば、もう甲状腺自体をやらず小判も取らずでも良いかもしれません。500小判というのは500円ぐらいの価値しかないために、その500円のためにストレスをかけてまた時間を無駄に費やすという必要性はないかと思います。もしやるのであれば、デイリーミッション達成のために1日3回程度適当に甲状腺やって、あとはそれでプラスアルファの小判得られたら良いぐらいの感覚でも良いかもしれません。細かいことを考えてやらず、適当な気持ちで甲状腺挑んでみてはどうでしょうか。列伝イベント、列伝イベントに関しては基本的にはテキストを読み進めていくコンテンツになってますが、この中でランキングというものがあります。これはある程度他のプレイヤーとの競う要素となっているので、その点でストレスを感じるのであれば、そもそもランキングを見ないとか、そういうような考えでやっていくのもおすすめです。あるタイミングから結構良いアイテム、武将の有効度というものが手に入るようになったために、より上位を目指そうという人もいるかと思いますが、そこそこがっつりやってる人、またはお金をかけてる人でないと上位に入るのはなかなか厳しいために、ではそこであまりお金かけてない人、また時間も使ってない人が何かやろうと思ってもそもそもが無理であったりします。お金かけてる人は当然やってもらっても結構なのですが、そうでない方はそもそもランキング自体を見ないとか、あまり上位狙わないという形で接するのが良いかと思います。またランキングを狙うにしても、もともとこのアプリ操作性が悪いので、そうした操作でのストレスとか、また実際に遊ぶ際の時間、それも無駄になるということもありますので、そもそも諦めておいた方が精神的には良いかと思います。共闘に関しては事前にどれぐらいポイントを稼げるかということを計算しておいて、その状況から追加でチケットを買うかどうかとか、そうしたことを考えると良いかと思います。ここでミッションで一つある程度難易度の高い要素、これがあります。これを達成しようと思うのも結構なのですが、これに関しては何度も異性ゲージを最大の状態でスタートできるというような手段を用いているプレイヤーがいるために、普通のプレイヤーは条件達成を目指すのはかなりそうしたことをやってる人から比べると負担が大きいとなります。普通のプレイヤーはここら辺も目指さずに単純に共闘を挑んで、そしてどれぐらいポイント稼げるか、そしてもしある程度プラスアルファでより上位のアイテム得られるんであれば、それを少し狙うためにチケット買う、ここもあまり他のプレイヤーのことを考えずに、気軽に何も考えずに参戦ボタンを押すと良いかと思います。この際に異性ゲージを貯めるために歩き回るということをする人もいるかと思いますが、それはそれで普段歩いている方であればいいんですけれども、そうでない方がわざわざそのためだけに歩くというのも負担になりますので、その場合は異性ゲージも使わずに、もしくは1日に稼げる異性ゲージ、それを確認してもらって、それを5等分であったりとかしてもらって、1日にチケット枚数を消費していくというような遊び方が良いかと思います。劇中に関しては特性のレベルを上げる、そのために必要なアイテムが手に入るために頑張る方も多いかと思います。ですがまずは目的の色を決めてプレイをするのではなくて、もう獲得した拠点を全て何も考えずに攻略していくぐらいの感覚でやった方が良いのかなと思います。もちろん結構広い範囲移動できる方であれば、目的の色を決めて、そしてその色だけを集めて、そして攻略していくということもできますが、そうでない方、近場しか出歩かないとか、そもそもあまり家から出歩かないとかいう人もいるかと思いますので、そういう方であるならば目的の色を決めてプレイするのではなくて、もう手当たり次第やっていく、そしてとっととチケットを使っていくというような考え方でやった方が良いかと思います。それこそ1日自宅の拠点で1回プレイやって、合戦復活をやって、そしてもう1回自宅でプレイやって、その2回のみでも良しと考えるという手もあります。特性のレベルを上げるのは魅力的ですが、そこでストレスであったりとか辛さを感じるんであれば、そうしたことを狙わないで遊ぶというのをお勧めしておきたいと思います。
群雄リーグですが、こちらに関しても最初に編成をやった後は目に入れないという手が良いかと思います。最終的に勝手に小判が無料でもらえるイベントと考えれば、何も考えずに良い結果が得られたということになりますので、変にここで順位を上げようと思っていろいろやってしまうと、また武将のレベルを上げなければいけないとか、特性レベルを上げなければいけないとか、そうしたことを考える必要性が出てきますので、そうした考えをやっても結果はどういう理由で上位になっているかとかも分かりにくいシステムなので、ならばそもそも考えないというような流れで接した方が良いのではないでしょうか。以上、さまざまな遊び方、本来はこういうふうに遊ぶんではないかという遊び方をあえてやめてみることによって、気軽にこのアプリに接することができるかもしれません。まあ、これをやっていくと最終的にはもうこのアプリ自体良いのではないかみたいな考えにつながってしまう可能性もゼロではないのですが、どちらかというと気軽にダラダラと遊んでもらえれば一番良いのかなと個人的には思いますので、特に拠点を塗っていく、そこに楽しみを感じている方は、様々なイベントが負担になってしまって、そして辛い、疲れたみたいなことにならないように、今回のような考えも一つ一行していただいて、取り入れられる方は取り入れてみてはどうでしょうか。他にも出陣の動画様々上げてますので、興味ありましたら他の動画もご覧いただけたら幸いです。ではでは。